というわけですね、久しぶりのね、登場になりましたけどもね、前回ですね、宇多田ヒカルさんのオートマジックを歌って以来、約3ヶ月ぶりですかね、その間なかなかね、ちょっといろいろ忙しくなりましてね、なかなか、こうやってカメラの前に立つことはできなかったんですけどもね、今回久しぶりにね、ちょっと歌ってみたいと思います。まあちょっとね、夏の歌をやりたかったんですけどもね、もう9月ね、もう後半になりましてね、すっかり夏は終わってしまいましたけどもね、まあでもね、夏の歌をね、ちょっと季節外れながらにもちょっとやりたいと思います。今回やるのはですね、サザンオールスターズの、真夏の果実という曲ですね。まあ名曲中の名曲ですね、この歌もね。そういうことで、ね、ちょっとね、チャレンジしてみようと思います。それではスタンバイの方行きたいと思います。ちょっとね、ほんま、久しぶりでね、大変と緊張してしまうと思うんですけどもね、聞き苦しい面もあるかと思うんですけど、頑張って歌いますんでね。これからね、涼しくなると思いますけどね。あと、インフルエンザも流行ってますよね。私もね、これ買いましたよ、あんなやつ。これね、除菌炭というやつね、これで、アルコール消毒です。これで毎日帰った時にね、これで消毒しようかなと。これちょっとね、インフルエンザをね、予防したいと思いますけどね、皆さんもね、気をつけてくださいね。それでは、歌います。風に戸惑う弱気な僕、通りすがるあの日の影、本当は見た目以上涙もろい過去がある。止めの流れさやか水よ、おい、これはお前津波やんけってね、突っ込んでくださった方、ありがとうございます。すいませんね。次ちゃんと真夏の果実歌いますんでね、すいません、変なことばっかりしてね。ありがとうございます。声に変わらない、繋ぎ書いたな。
愛をそのままに。遠く離れても黄昏時は熱い面影が胸に迫る。四六時中も好きと言って夢の中へ連れて行って、忘れられない話す像を声にならない砂に書いた名前消して、波はどこへ帰るのか、通り過ぎるクラブを愛をそう忘れられないはずと涙の果実よ。果実をね、ちょっと、季節外れですけどもね、歌わせていただきました。またね、次回もね、頑張って歌を練習してね、ギターもちゃんと練習してね、歌いたいと思いますけどもね、まだ次回歌はね、何歌うかちょっと決めてないんですけども、またちょっと今度いつ登場がいつになるかわかんないですけどもね、まだその時はね、よろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。